そのセルフコーチングの概念をやっぱりこう世界中に届けていきたい。情熱に火の灯った人が多く生まれていくことがなんかできたらいいなと改めて思いました。いやちょっと私もなんか負けれないなと。事業会社が本当に新規事業を作りたいと思ってもらえるような、なんか苦しいところを純粋にその笑顔に変えていくなメンバーだったなというふうに思ってるので、このメンバーだからこそ最後は乗り越えられたのかなというふうには思います。これだと小さいビジネスとして、まあいいとこ1億じゃないですか年商。普通に学生からしたらそっちに誘導されるのかなみたいなのがなりそうだし、なんかビジネスとしてもなんかそうなりそうだなっていうのはちょっと気になったっていうのが一つ、はい、難しいテーマですよね。で難しかったんだろうなっていう、やっぱりやっぱ具体性がない。でニュースピックスはやる価値というのはもちろんあると思うんだけれど、せっかくここの意義にね向き合ってるから、もっと意義をベースにして考えていけるといいんじゃないかなというふうにも思いました。大企業とスタートアップのマッチング事業なんですけど、一社目マッチングしてなんか本当に協業の形が見えたなっていう面談になったのがね一社あったんですけど、そこで初めて報われたなっていう気持ちにはなりました。自分のその嫌だった経験を乗り換えたいっていうのと、他にも同じような苦しい経験をしている同世代を救いたいっていう思いでサービスを作っていきました。みんなそれぞれ新しい発見があったり気づきみたいなところがこのメンバーが一番感じてきたんじゃないかなと思ってます。新しい新規事業をしていく上での醍醐味でもあるし、僕らの挑戦を通じて見られた新しい景色かなというふうに思います。